こんにちは、ヤスです。今回は曲の引き伸ばし術ということで、小さなアイディアからそれを膨らませて3分なり4分なりの、ね、曲を作るときに必要なこととなると、まあ、アレンジ力ということなんですけれども、それができるようになるためには、あ、いろんな曲聴いて、そのいろんなその音色の組み合わせとかね、リズム的なこととかを覚えていくということももちろん大事なんですけれども、もう一つ、その考え方を知るということもすごく大事です。どういう考えのもとにこういう結果ができているのかということを知れば、割と結構こう応用が効いてくるというところがあるので、今回はそれについてお話しします。で、まあ僕がね、今こう画面に映しているのは僕が作った曲なんですけれども、これは一つのモチーフをこう、もう手を変え品を変えいじっていって、どんぐらいだろうね、 3分半ぐらいの、曲にしてるものなんで、これをちょっと例にとって、お話ししていきます。で、この曲はよいしょ最初始まりはですね、これです。ドゥン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 っていうこの4小節のメロディーラインが始まりです。まあ曲作る時に一気にバッとその場でアドリブで歌って、ワンコーラスバッと歌い切って完成しちゃう時もあるんですけども、これはそのタイプじゃなくて、モチーフダダダダダっていうこれだけで、まあここから始まってるんですけど、これはっていうね、モチーフで、まあこれだけじゃちょっと短いなということで、これとまあほぼ同じような感じで、もう一個ここに作ったわけですよ。で、この2つをくっつけて、これで一つのモチーフとしようと、いうことになって始まってます。で、まずその膨らませる、こう曲をね発展させていったりとかする時の一つ大事なその考え方なんですけれども、まずこの曲で最初にやってることは、不完全な響きと完全な響きっていう2パターンを出してるというところです。まあちょっと聞いてください。で、まあ今このセクションの最初の2小節、ここね。で、これがこのモチーフがもう一回すぐここで出てくるんですけれども、これでね、まあこっち見た方が分かりやすいか。これ同じラインがこう出てくるんですけど、最初とここでは違うのは、その完全な響きと不完全な響きっていうところで、最初ここラインだけでね、最初はこのラインだけでその和音になってないわけなんですけれども、そこを2回目出てくるときはこんな感じで和音にすると。中にという感じで、まあこのパートなんですけど、なんか和音をこう中に音を挟んで、和音にしてると、一つの響き、にしていくと。で、その考え方を、まあ、まず一つ引き出しに入れておこうと。完全な響きと不完全な響きがこう入り乱れて音楽って曲ってできてるので、まずそのアレンジするときに一つのモチーフをこういじくり回していこうとしたときに、今みたいに
最初不完全な響きから始まって、もう一回で次出てくるときはそれに和音がくっついてきて、こうちゃんと構成されて、まあ、完全な一つの響きとして今度は出てくるという感じで、もうこれだけで2パターンできますよね。で引き伸ばせるよね、曲はこう倍になるよね、2倍に引き伸びると、で、もう一つこの前半のところでやってるのはでででで、のこの部分、ここでわーっとこう和音が出てくるんだけれども、この和音を今度はその構成音を変えるっていうことです。まあそれはイコールその積み方を変えたりとかっていうこともまあ同時に入ってくるんですけれども、その構成音を変えると、で2回目次どうなってるかっていうと、で変わってますよね。1回目はこれで、2回目はっていう風に、変えて変化をつけるのと、まあその厚みが変わったりとかねしてくるし、まあちょっとここではそのリズム的な変化もね、シャンファンファンファンってこう刻んだりして、まあ入れたりとかするんですけど、まあとりあえず今ここはその構成音を変えるという、同じその大元はシンプルなコードでも、同じコードとして大元、まあ、ざっくりした扱い方をしていたとしても、ちょっとその構成音、そのセブンス以降のテンションを変えたりとか、まあ、積み方を変えたりとか、っていうことで変化をつけるという、そういう考え方がまあ2つ目ね。で、次はその音色を変えるということなんですけれども、音色を変えると一口に言ってもね、まあいろいろあるんですけれども、ここで使ってるのはその最初ストリングスがメインで出てきてるんですけど、こんな感じでね、ということで今ちょっと気づきましたがね、ブラスが出始めるんですよね、こう中盤から、ね、中盤からこうブラスが出てくるということで、そこでちょっとこう一つ変化を与えていると、ずっとまあ同じストリングスだけでは、いや、やらせてるよりは途中でこう違う音色が入ってくると、いったような変化があると、またそこで曲が膨らむと。で、例えばそれが同じモチーフをその違う音色が担当するっていうのはもうオーソドックスによくありますよね。本当にオーケストレーションなんかでもそれぞれの違う楽器がいろんな同じモチーフをこうメロディーをね弾き合ってたりとかってしますよね。で、まあそういった感じで音色を変えるっていうのもだけでも、これもまた、まあ、2倍3倍4倍とかってこう膨らませることができるわけですよ、まあ、引き伸ばすというかね、時間を引き伸ばしてい、くことができるようになるわけね。で、まあブラスなんかがわーっと入ってきたりとかしてですね、その音色を変えるという考え方をまあ3つ目として、その考え方を覚えておこうということで、でちょっとここでバーッと中盤一個ちょっとこうブレイク的な感じでのセクションがここに入ってくるんですけど、無音を多く使うっていう、無音を使い出すというかね、この曲全体的にはその無音を生かしたような曲ではまずないんですよね。最初のモチーフもそうですし、あそこからほぼ全部こう音がバーッとこう入り乱れているような作りなので、まあ、そういう曲でこそいざこう途中でポンとこんな感じで入ってくる無音っていうのが生きてくる、あ、何もねんかいで、ちょっとこうブレイク的なのを入れて、こう落差を一旦
作ると。で、落差を作ってから最後もう一回モチーフが出てくるんですけど、そこのこうちょっと盛り上がるんですけど、その落差で余計こう盛り上がりを大きく見せると、言った効果もあったりして、まあ、無音を使うというような意識、その考え方も一つ持ってるといいです。まあ、これは4つ目で、次はモチーフ、最初に使ったこのモチーフの役割を変えるっていう考え方もあります。でここでは最初これモチーフ、これっていう、これベースラインになってるんですけれども、ベースラインになってるんですけれども、次出てくるときは上に上がってメロディーラインになってます。という感じでは、その一つのモチーフが、一つのそのフレーズがベースラインになっていたり、まあ、はたまたこういう感じでね、メロディーラインに変化していたりといったような感じで、その役割を変えるっていう考え方も、アレンジの考え方も持ってると、これだけでもまあ2倍に膨らむよね。また違うね。では普通にこう単純にこうオクターブ変えていくみたいな感じとかにしたら、まあ低域中域高域みたいな感じで3段階にしたりとかしてもいいですし、そうやってそこにまあプラスアルファまたその音色が変わるとかね、とかなってくると、またそれでもこう膨らんだり、そういった組み合わせ、考え方同士の組み合わせで、そのまたバリエーションが生まれて曲がこう引き伸ばせると。いうことなので、まあモチーフの役割を変えるというのも、まあ5つ目として、その考え方も覚えておくと。でさっき、まあ最初の方でちょろっともう言っちゃったんですけれども、リズム的な変化ということで、まあ、最初は普通にふわーっと白玉で伸びてるところが、次出てきた時同じ箇所では刻んでいくっていうような変化だったり、例えばその太鼓で言うと、ドドドドバーン、ドドドドバーンっていうのがメインなんですけど、まあ途中で こういうリズム的な、まあ同じ楽器でもこういったリズム的な変化、まあもっとねがっつり変えるとかいうこともありますよね。まあ拍子が変わったりとかね、まあ同じメロディーでも4拍子から次3拍子になるとかもありですし、そういった大きなリズムの変え方っていうのもありですしね、こうやってちょっと刻み方を変えるっていうリズムの変え方もあるので、まあそのリズム的な変化を入れると、言ったような考え方、まあこれ6つ目として、主にここで、この曲で曲を一つのモチーフからこう3分半ぐらいまで、引き伸ばす、最初の4小節からね、3分半ぐらいまで引き伸ばすのに使われているアレンジメントの考え方というのは、おおむねそんなところ、です。で、この曲はちなみについでに言うと、気をつけていたことは、あまり発展させないことです。あくまで淡々と進んでてほしかったんですよ。呼ばれた淡々としたものはずっと欲しかったので、例えばね、これ全体的な構成を見ると、最初のモチーフがねあって、まあそこで次にこう
とかこう音の変化とかも あるんですけれども、基本的にこの楽曲たくさんコード使ってないんですよね。基本1と5だけです1515の繰り返しです。まあ順番的に言うと5151なんですけど、最初5から始まるまあ、一応はその C マイナーなのね、キーはね。でこのもう1515の繰り返しと、あとまあ1だけバーッと出てきたり5だけバーッと出てきたりっていうような感じなんで、コード進行、大元のコード進行の考えとしては非常にシンプルなんですよね。で、それを要はセブンス以降のテンションを変えたり積み方変えたりして違うように聞かせてるだけで、ここはノンコードだけど、ノンコードというか1とか5とか、まあ、どっちも捉えられるかいや、そういった変化をつけてるだけなんですよね。なので基本全部、1515の繰り返しで、最後という感じで、最初このモチーフは5151っていうね捉え方だったんですけど、ここではもうずっとドミナントですね。ずっと5度、要はその上でなんかこうずっと上でを繰り返しているので、まあ5151なんで下がずっとこう5度で停滞してるんで、まあ、ずっとドミナントとも言えるわけですねっていうような感じの変化 をもたらしてるのはそれですね。で途中ね、ここはねブリッジで違う、最初のモチーフとはちょっと離れたものなんですけれども、まあいわゆるちょっとブリッジ的な役割、を挟みたいなと、ちょっとこう毛色の違うものを挟みたいなということがあったので入れたんですけれども、でもブリッジって言ってもそのジャズのね AABA 形式のジャズみたいの、ブリッジみたいにブワーッとこう飛躍して飛んでっちゃうってなんか盛り上がっちゃうみたいなね、あれになるとは困るので、淡々とあくまで淡々としてほしいので、そうならないようにしてます。でここで初めてサブドミナントマイナーが出てくるんですけど、でもここもずっとそのこういうこういうこれの繰り返しなので、まあトニック1度がちょっとこう音が変化して遊んでるだけだよね的な感じの流れになってるんですよ。という感じで、なので、まあ、基本1515の繰り返しだけの曲でも、まあ、その考え方、アレンジメントの考え方っていうのがこういくつか引き出しにあれば、たった4小節のモチーフからでもですね、こうやってまあ3分とかね、3分半とか、まあ、これぐらいにはパーッとこう引き伸ばしてサクサクと作れるようになります。特にそのあんまり初心者の頃っていうのは結構こう曲を伸ばそうとすると、まあ、対策を作ろうとかねなると違うメロディーをどんどんこうつなげていくとかね、そっち系になりがちなんですけれども、こういうふうに一つのモチーフからこういろいろこう
手を変え品を変えやっていくというのも一つ手法として面白いし、まあアレンジに特に興味ある方はこういうのにこうどんどんこうチャレンジしていくとね、アレンジ力も身についていっていいんじゃないかなと思います。まあ、ということで、ちょっと長くなりましたけれどもね、今回はその曲の引き伸ばし術ということで、アレンジ力に今必要なその考え方の面でのお話でした。よろしければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ご覧いただきありがとうございました。やすでした。ではまた。